キュウリのキュウちゃん。いつもご覧いただきありがとうございます。キュウちゃんの朝は日光浴から始まるんですけれど、少し変な癖があるんですよ。晴れていると気持ちがいいようで顔を洗うんです。これを日光浴の時にやるんですよ。お水で顔を洗うので目が覚めるのかしら。次はキュウちゃんのおやつのアワホなんですが、アワホの方がついた状態では食べないんですよ。チクチクが嫌なようで。それなのでお父さんが一生懸命アワホの方を向いているんですよ。ほう。キュウちゃん、これ、ほら、剥きたてのアワホ。キュウちゃん、剥きたてのアワホ持ってきたよ。ほら。はい、どうぞ。どうぞ。
に来てね。